沢八義神社は、茨城県北茨城市にある神社。北立国高郡の式内商社であり、同市内に論者とされる二社が存在する。鳥居北茨城市大津町の陶器山に鎮座する。社殿によると、日本穂高が武将を率いて統制した際、この沖で魚見に漂うこと数日、ある夜に神が雲に乗って沈島に立ち、我はさは鏡なり、 今見この船を春後千がためこれり、自家地に順風と、ためさんと告げ、夢から覚めると、果たしてその通りになったので、兵を立て祭り、沢葉の山に、高ししたという。その後は、海上交通の守護神として尊崇され、逆風に愛意国に漂っても、大宮の助けがあって帰ってきた霊があったため、陶器の宮と称した。 明治2年に豪舎に列死、同4年に孫舎となるが、同13年9月に、再び豪舎に復した。天日方片霧の命を主催神とし、大名討ちの命、今年の主命、大物主名、姫立たらいず姫命、い鈴い姫命を廃止する。本殿は流れ作り正面圏、東派不動武器で、教法12年の混流。 拝殿は明治11年に造営された旧拝殿があったが平成30年に解体され新拝殿が平成31年に竣工した当社の春季礼祭は5年に一度お船祭りと呼ばれる大祭りが5月2日から3日にかけて再行される平成29年3月には日立大津のお船祭りとして国の重要向け民族文化財に指定された 北茨城鹿船長上小津田にある塩原山の中原に鎮座している。社殿によると、日本穂高が東西の北にこの地を過ぎて沢上を廃し、祀ったことを創始とする。元は原社地の北西約4キロにある沢山に鎮座していたとされ、a 6 2年に塩原山の山上に鎮座し、その後山腹の原社地に鎮座したという。明治7年5月号社に列した。 天日方たきびかた命を祀る。また、祭人の別名を、あたと、久しに命とも、滝沢夜遅やつび命ともいい、沢の名前はここから来るとも、ありがとうございます。